どうもおはようございます、波風です。今日も朝のスタイリングムービーやっていきましょう。それでは今日はね、朝のスタイリングムービーだけじゃなくて全体的な朝のモーニングルーティーンを撮っていきたいと思います。まあ、ただモーニングルーティーンといってもあんまりそんなないんですけどね、一応洗面台でやってることの流れを撮っていきたいと思いますので、よかったら見ていってください。ではやっていきましょう。一番最初にシャワーで髪をしっかり濡らしてタオルでドライして、ここから髪型作るのと、顔を洗って、スキンケアして歯磨いてっていう感じですね。あとちょっとねひげを剃りました。なんとなく動画を編集してて、小森の昨日上げた動画とかは見てたら、ヒゲない方がいいかなって思ってなんとなく剃っちゃいました。はい、まずはスキンケアから。顔はもう水で洗う、朝は水で洗うぐらいで、でその後に化粧水だけつけていきます。朝は夜よりもそのまま一日仕事に行ったり遊びに行ったりすると思うので、あんまりこう化粧水も乳液もそんな多くつけないで、さっぱりした感じで、つけています。で、間違えました。その前にひげを剃ります。で、今使ってるのがこのサクセスシェービングジェル。ただこれカミソリ用のシェービングジェルを間違えて買ってしまって、電動シェービング用のではないんですけど、一応これをちょっと使っちゃいます。で、結構質問いただいてたんですけど、T 字のカミソリだと、肌荒れてしまって、僕は今このパナソニックのラムダッシュの3枚刃を、使っております。この3枚刃と5枚刃どっちがいいか悩んだんですけど、まあ、自分はそこまでヒゲは濃い方ではないので、今のところ3枚刃でなんとか、事を足りています。ただすごいヒゲが濃い人とかは、5枚刃の方が深剃りできるのかなと思うので、そちらの方がいいと思います。ただなんか T 字のカミソリよりも電動シェービング電動の方がやっぱりこう肌への負担は少ないかなと思うので、結構カミソリ荒れしちゃうっていう人は、であとこのジェルをつけてヒゲ剃るのはかなりおすすめです。なんかシェービングローションとかサラッとしてるローションだと結構荒れちゃうので、こういうシェービングジェルで肌を守ってヒゲ剃りしてあげると、肌にも優しいのでおすすめです。さあ、気を取り出して間違えました。
朝は一回洗顔した後に、シェービングジェルを塗ってシェービングをして、その後に化粧水と乳液をつけていきます。で、化粧水をつけて、まだこのちょっと水っぽい時に乳液をつけると白くなってしまうので、ちょっと肌に浸透させてから乳液をつけていきます。なのでその間に、普段メガネなのでコンタクトつけていきます。ではこいつをつけていきます。ポストシェーブローションです。もう朝のスキンケアはこれで終了です。で、歯ブラシは今このブラウンの電動歯ブラシを使っていて、最近このイソップの歯磨き粉を買ったんですけど、どうすかね、これなんかデザインはかっこいいですけど、まあ、普通に使ってる歯磨き粉の方が歯磨き粉って感じはしますね。していきます。今日もセンターパートでちょっとスタイリングをやっていきたいと思います。変えてみましょう。このピースのウェットオイルワックスをベースでつけて、フリーズキップグリース、ちょっと2個使うバージョンやっていきたいと思います。で、こいつをつけていきます。なんか意外とこのピースのやつだけでも結構いい感じでした。
ただ時間が経つとへたってきてこう落ちてきてしまうので、ちょっとこのフリーズグリスをちょっとだけ足していきたいと思います。ハートスプレーです。よし、さあ、これで一応完成ですね。はい、モーニングルーティーンでした。モーニングルーティーンでした。今日もお仕事頑張っていきましょう。それではアリーベデルチ。